こんにちは、のの久保です、えー、カルダの枝のね、ステーキング画面を今日も送っていただきましてありがとうございますそして今日はねそうですねブロックチェーンの価格なかなか上がらないそればかりかここがね下がってしまっているような状況も考えられてるんですよねで私は常々思うんですけども、うん、まあブロックチェーンといえどもねバンバン上がり続けるそういった幻想とか煽りにいつまでも心引っ張れるんじゃなくて現実を見なくてはいけないかなと思うんですよ じゃあ実際にねビットコイン300円万円を今切ってますけどもいやかつてはね100万円を超えるかどうかってとこでじりじりした時期もありますし10万円を超えることが信じられない時期もあったわけなんですよでも今実際に500万とか700万にもう一回なるんじゃないかなって期待1000万に行くんじゃないかなとかね1億円に行くなんて予想もあったよねっていうふうに考えられますけどもその予想の根拠って別にね今考えたら大したもんじゃなかったわけなんですよ妄想と言ってもいいですよね で未来ののことを語るのは勝手ですからで根拠が仮にあったとしてもその根拠を解明することが私たちにはできませんので結局ね妄想のまあ何て言うんですよ現実を見なくてはいけませんねで現在のビットコインやアルトコインの価格っていうのもなんか一部にはねあのウォレットに入れていてこう解読キーとか解答キーがなくなっちゃって永遠に取り出せずに宇宙の狭間に迷い込んでしまった暗号通貨もあると思うんですよ。 でですんでそう考えたら実際はもうちょっと実質的には低い価格に今見積もらなくちゃいけないのかなと思うんですよねビットコインだったら200万とかねイーサリアムだったら15万とかね。 私もイーサリアムの理想値は100万というふうに申し上げてましたけどもそれはあくまで願望があったわけなんですよね自分はこのぐらいで決済したいという願望からそういう価格を、まあ、あ後付けでいろんな理屈をつけていたんですけどもそうならない後付けの理屈っていうのも結構ね今見てると探かせるんですよね、まあ、ということでこういったものの価格はわからないということなんですよね有名な人がいようがアナリストがいようがそれは分からないとそれはなぜかっていうと市場が決めるからなんですよ 暗号通貨やアルトコインに価値があったとしてもそこに投入できる資金がなければ結局はその暗号通貨アルトコインっていうのは価格が上がらないってことになりますしじゃあそこに向かうべき資金が今度不動産に行ったりとかね別の証券や債券に行くってこともありますしともすれば全部の含み益があったそれが消えてしまうってこともあるんですよ要するに現金がないのに含み益でもってそれを担保に新しい資金をどこか右から左に注入するってことも考えられてますからね 本当に投資の世界はブラックホールですねいろいろ言いましたけどもわからないことだらけですその中でもわからないままにしておくんじゃなくておそらくこうではなかろうかという推測と仮説と妄想をもとにですねそして願望もありで価格ってのはああでもないこうでもないっていうふうに言われてるのかなと思います何とも心細い話ですけどもそれが全ての投資家さんが思っている本音じゃないかなと思いますよねはい皆さんはどのようにお感じだったでしょうかそれでは失礼します